さっき思ったのがね、あの大阪市の、えー、大阪市のね、吉村市長、維新の吉村市長が、えー、なんか学力テストで、えー、なんかあの、学力が上がったらボーナスつけるとかね、なんかむちゃくちゃなことを言ってるっていうのが、気になりましたね、本当に。まあ、だからあれも、その、やっぱ維新がね、今まで公募校長とか、 あのー、あと、塾代のね、なんか助成金、教育バウチャーとかどうなったんかなと思うんですけど、まあ、今までやってきたのが失敗したからですね、それで焦って、こういうの出し,出してきたんかなっていうのは、ちょっと思いましたね。それがちょっと気になりましたね。特に公募校長はね、どんだけやめてんねや、言うね、本当に。で、その、な100マス計算かなんかのね、 ちょっと忘れましたが、その人もなんか維新を批判して辞めたとかね、そんなんありましたしね。うん、でその、ここ2年、ねえー、学力低下してるっていうのが、えー、なんか、大阪市の学力が低下したっていうのが、なんか出てたみたいなんですけど、まあ、それだって維新がずっと、えー、大阪市政をやってるからなちゃおうかなっていうね。 まともな教員が集まるわけないがなとこんな大阪でねこんな維新が牛耳ってるようなとこにだからそういう意味でその大阪市長を変えるね吉村さんをもっとまともな人に変えたらですねそっちのが学力アップするのかなっていうのは思いましたね、まあ、そもそもやっぱ大阪っていうのは収入が低い、えー 世帯が多いからですねだからまあ学力が低いと、まあ、そこの相関っていうかね、関連性はあるっていうことなんで、うん、だからまず大阪の経済を良くしないと何もなりませんよと、カジノを呼び込んでも、えー、経済も良くなるわけないがなっていうね、うん、っていうのは思いましたね。これは後でちょっとアップしそう。